パンパン。アメリカ多いな。I'm sorry、ヒゲ sorry、対戦よろしくお願いいたします。まあ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 ガル入ってますしね。はい、どうも皆さんこんにちは、モッティです。じゃあやっていきましょうか、初心者講座。いやー、なんか嫌なポケモンがねちょろちょろいるんで怖いんですけども、アイドルパーティー紹介しましょう。左上、第6世代からのポケモンですね。XY からの新ポケモン、フラージェス。単タイプフェアリーです。草入ってません、気をつけてね。はい、右上がまたこれも嫌なポケモンですよ、ゴチルゼル、エスパータイプで、このポケモン影踏みっていうね特性持ってますからね、はめられたら怖いですから気をつけましょう。左真ん中ファイアローですね、炎飛行。右がウォシュロトム、水電気。左下メガガルーラ、ノーマル。右下が、ロズレイド危ね、ロズレイド電気、草毒です、草毒です。はい、まあまあそんな感じですかね。どうしましょうかね。もう割とギャラー、どうしようかな。これはメガヘラの方がいいか。ちょっとね、ファイアローがきついんで、ファイアローでも出てきそうですよね。いやー、ファイアロー出てくるよな。出てこないわけがないよなっていう感じなんですけど。ブレイブバードされたら一網打尽ですからね、ここね。いやー、さすがにじゃあ出せないから、しゃあないから、またメガギャラとしていきましょうか。ってなったら、じゃあさっきと一緒。あ、でも、だったら、初手怪力でガルーラをおびき寄せて、殴り倒すっていうのはあるかもしれない。うん。で、クリムガン入れて、ちょっとあいつ対策しましょうか。ゴチルゼル対策。まあ、もしクリムガン出てきたら、じゃあ、ゴチルゼル出てきたら、やります。で、まあ、ラスイチはメガ進化でギャラ使いましょう。ちょっと変則的な感じになりますが、はい、対戦よろしくお願いいたしますと。うん。まあ、初手でメガガルが飛んできてくれることを祈りつつという感じかな。まあ、ファイアローが出てきたらちょっと怖いなーっていう感じで、まあでもいい選出できたんじゃないかな、とりあえず。さあ。お、いい男。相手の初手はロトム。まあまあまあ、いいでしょう。駆逐対象ではある。さあ、まあ相手鬼火持ってますけど、おそらく、こだわりスカーフという道具を持っていなければ、こちらこだわりスカーフ持っているので先制取れるでしょう。で、この怪力、特性はノーガードです。なので、必ずこちらの攻撃も当たる。相手の攻撃も当たるっていう、そういう感じ。おら、いけ、爆裂パンチじゃー命中50を確定で当てていく。強い強い強い。おー、強いですね。さあ、そして確定混乱を引いていく。さあ、ここで混乱してしまえばもう相手は何もできない。鬼火、はい。お前怖くねえのかよ、根性もあるぞ。俺、怪力特性根性あるぞ。やけど引いたらもう問わんねえぞ、それこそ。大丈夫かよ。ね。なるほどね。まあ、鬼火打たれてしまったけれども、まあでもこれ殴ってっていいんじゃないですか、別に。一応ガルーラ対策って入れてたんで、まあ引いてくる可能性も、あ、ありましたね。誰ですかね、ゴチル？ゴチルだったらだいぶきついんですけど。あー、ファイアローですね。ファイアロー、ファイアロー。色違い。なんか最近色違いファイアローよく見るような気がする。ドアー。さあ、効果今一つですね。飛行タイプには効果、格闘技今一つ。しかし確定混乱を引いていく。まあいい感じかな。はい。よし、じゃあ、まあ、これで相手は、まあ、混乱が嫌がってまた引いてくるか、まあ、このまま、ブレイブバードかなんかで突っ込んでくると思いますので、まあ、ここはクリムガンに変えようかな。どうしようかな。いや、怪力倒されるか。うん。いいや。まあ、こだわってるけどね、残念ながらストーンエッジは打てないので。まあ、どうせ、あれでしょう、ファイアローに引いてきたってことは、ブレイブバード打ちに来ましたよっていうことだと思います。はい。さあ、ファイアローは、おっと混乱していく。爆裂パンチ、おらもしかしてこれ殴り勝てるワンチャンあるか。もしかしたらあるよ。もしかしたらこの対面で勝ったらすごいね。さあ、ファイアロー、まだ混乱していくからの、まあ、あるよ。まあ、あるよ。そういう感じのファイアローだったんで。よし。まあ、飛行が消えたんでね。まあ、これで、あれですよ。受けきれなくなったんじゃないんですか？羽休めをすると飛行タイプが消えるんで、意味がなくなる。さあ、あ、突っ込んできましたね。はい。さあ、これは先制ブレイブバード、格闘の怪力には効果抜群ですと。
まあ、しかし、ブレイブバード反動がありますんで、このまんまファイアローも一緒に消えていってしまうでしょうと。いいですね。さあ、まさかこんな活躍をしてくれるとは思わなかった怪力。まあまあまあ、ここからが本番です。さあロトム、さあこちらはクリムガンですねと。よいしょ。ただヘビニラミがね、相手電気タイプなんでまひらないので入らないですから、ちょっとそこが若干申し訳ない感じですけど、とりあえず相手鬼火でしょう。はい、さあ鬼火打ってくる。まあまあまあ別に気にしないです僕は。君のことなんか後であれですから、メガギャラ様が一気に突っ張ってくれますからね。さあステロを打って、痛い。まあ、ここはまたドラゴンテールでね、うまくこう相手のポケモンをぐる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 回していきましょう。さあロトム何してくるかな。ボルチェンとかしてくれるとありがたいけど、10万ボルト。さあしかしドラゴンなんで効果は今一つ。そんなに、あ、急所でこれ、急所でこれ、え、なになに、貝殻、貝殻の数なんか海外勢ってものすごい貝殻の数重宝しますよね。なんなんですかねこれね。さあフラージェスラス1で出てきた。しかも色違いなんですね。これね、フラージスって、結構何色かあるんですよ。通常ポケモンの段階で。なんだっけ、それにか、プラスアルファで色違いを重ねてくるっていう。もうどれがどういう色なのか全くわかんないですよ。僕からするとね。はい。なるほど。さあ、相手フェアリータイプですね。ドラゴンタイプのクリムガンには効果は抜群の技を持っているはずで、とりあえずそれやってくるんだろうな。うん。瞑想、それは悠長じゃないか。ドラゴンテール見て瞑想はさすがに悠長だろう。普通に、あれでよくないか。あれって、あれ。ムーンフォースで。よくないのか。さあ、まひらせていく。最低食べ残しでちょっと回復しますけど、まあ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 いいかな。え、すいません。すいません。まだ若干肌寒いですからね。七分丈は若干、まあ、あれですよ、季節的に。あ、でも、間違えた、ごめん。あ、すいません。ドラゴンテールはフェアリーには当たりません。なぜならドラゴン技だから気をつけてください。学んだね。今もう完全くしゃみしてて、もう中身が全部吹っ飛んでました。申し訳ない。さあ、まあ、吠えるが正解だったけど、とりあえず特に何もなかったですね。相手がまひってくれたので、さあ、相手は体がしびれて動けない。まあ、持ってますけどね、吠えるもね。こういうプレイングミスはあかんですね。気をつけましょうね。もうちゃんとね、タイプ相性は覚えましょうと。まあ、これで吠えまくってたらいいんで、まあ、いいでしょう、このまんま。どうするかな。まあ、ここ、相手、またこれバックもあり得るんで、ここは吠えます。さあ、ハイドロポンプ。まあ、これで解散ですね。さあ、まあ、でもここはメガ進化しちゃおうかな、ラスト1体。難しいところではあるんですけどね。さあラスト1体はメガギャラドス。頑張れマカダミア。さあ威嚇はまあ特に意味がないよと。で、ここですね、メガ進化するとメガギャラドスタイプ相性が変わります。あ、タイプが変わります。今現在は水飛行なんですけど、メガ進化すると水悪になる。はい。なので、まあこのロトムに対してはメガ進化した方がダメージ量は減るんだが、ラスト1体フラージェスはフェアリータイプなので、悪タイプが入っちゃうと、ちょっとつらいっていうのがある。さあどうしようかっていう、すごい難しいところですよね。どうなんだろう。一回竜の前やるかな。10万ボルトぐらい耐える気がするんだけどな俺は。どっちがつらいかな、ウォッシュロトムの10万ボルトか、フラージェスのムーンフォースか。多分ウォッシュロトムの方が強いと思うので、自信打ちます。はい。さあ、おっと、相手のウォッシュロトムは浮遊ですね。突然、おや、なんで地面技打ったんですか。はい、もう皆さんなら分かりますね。メガギャラドスは特性型破りなんで、浮遊なんか関係なく自信が、あ、まあまあまあ、そういう感じになりますよね。まあまあ、それはなんとなく予想はしてた。電磁波持ってるんだ。鬼火でよくね。なんで鬼火？え、フラージェスってそんなに早かったでしたっけ？あんまり早いイメージないのかな。さあ、ラスト一体勝負。まあ、電磁波だったんだったら、あれだな、普通に龍舞した方が良かったんですかね、という感じなんですけれども。まあ、仕方ないですね。さあ、相手はもう、これは、相手は、フェアリータイプなんで、もう赤テールぶっ破していくしかない。
さあ、どんだけ速いんだ、フラージェス。さあ、当てる。おら、半分持ってけ。よし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 、オッケーオッケーオッケー。はい。どうだろうな、フラージェスのムーンフォースは、当たるの、当たって抜群で、そんな落ちないと思うんですけどね、メガキャラだったら。よし、対戦、ありがとうございました。と思うんですけどね、どうなんでしょう、果たしてと。いうところでした。まあ今回は、メガギャラドスが強いっていうよりはどちらかというとカイリキがねすごい頑張ってくれた感じがしますんでね。スカーフカイリキいいですよ。爆裂パンチガンガン打っていくだけで楽しいですよ強くない、楽しいよ。はい、以上モッティでした。